皆さんこんばんは。今日はですね、今ちょっと iPhone ね、ちょっと熱こもっておりますけど、回路機能と僕は呼んでいます。趣味でですね、動画編集とか映画系のあれを趣味でやってたことが、中学校の時かな、映画作りっていうかなんかね、そういう、そういうことを僕はやってたので、やろうと思えばね、できなくもないです。はい。できなくもないんですけども、最近ちょっと、お仕事で忙しく、できなくなっちゃったということですね。今このカメラ撮ってるのは、iPhone、前使ってた iPhone4S で今撮影をしています。映像どうでしょうかね。結構綺麗ですよね。結構綺麗に滑らかに撮れてます。で、今日はですね、今後、どうするかっていうことを、軽く、今日はね、ちょっと熱こもってるっていう関係もあって、携帯がね、すごいもう暑いんですよ。動画撮ってるからですね、きっと。で、もう電池もね、今 20% しか今ないので、そんな長くはできないなっていうのは、あります。今後はですね、携帯のこととか、スマートフォンだったり、料金、ちょっとスマートフォンに、ガラケーからスマートフォンに、例えば、今、こういうソフトバンクのパカパカなんですけども、こういうやつとかね、あと、ほんの古いボーラホンと書いてありますよね。はい、ボーラホンと書いてあります。これね、仕事用で前使ってて、これから、電池なくなってきてますね。この今撮ったやつ。これから、これからこれに買い替えるっていうのはね、めったにないですよ、今は。スマートフォン。これからね、こういうパカパカ携帯から、ドコモのね、メリアスでも、こういうアンドロイド、今これしかないんですよ。デルのやつもあるんですけども、こういうスマートフォンで、したいけど、ちょっとパケットとかね、月々高くなっちゃうんじゃないのっていう悩み、お教えします。はい。で、お教えするっていう件はですね、次回の動画で、ちょっと、紹介できるところは紹介したいと思います。で、個人的になっていうか、契約内容とかね、そういうのはちょっと触れません。個人情報になりますんで、ご自身でどういう契約すればいいかっていうのは、こういうのがいいよっていうだけにさせていただきます。で、今日はですね、電池がないってことと、iPhone、ね、今ちょっとすごい熱こもってんので、今日はこれで、大変申し訳ないんですけども、今日はこれで失礼していただきます。ではご鑑賞というか、最後まで見てくれましてありがとうございました。では M ウェブコムでした。ではまた。